was bisher geschah. What the... ないの?まだ終わってないの?お前は。Ja, und jetzt geht's weiter. しまいました。何を言ってるの？あ、わかんねえよ。お母さんと顔を合わせるのが嫌で、学校の後、私は家へ帰らずに、ぼーっと渡り廊下にしゃがんで雨を眺めていました。そうしたら、私の隣に吉和先生が座って、うん、うんと私の話を聞いてくれたのです。先生、言葉を話せない病気だったけれど、心は優しい人だったから、私は好きでした。けれど…お兄さん、お姉さん、ごめんなさい。あなたは五年生の菅野ゆきちゃんね。さっきはありがとうございます。殺された私たちを成仏させようとしてくれて。結局成仏はできたのか？なんでお前まだいるんだよ。いいえ、できてません。あなたたちから言葉を奪った、抜き取られた舌は返したし、あなたたちにひどいことをした犯人には懺悔させたけど、やっぱり許せない。私たちの成仏に許す許さないというそれぞれの意思は関係ないんです。懺悔とは犯人と被害者との間に存在して、私たちが天神小学校を異空間に閉じ込めている霊場の断片だから、私たちを動かすという方法はだけど足りていないんです。犯人の懺悔が。あいつの文化人形が喋った言葉では足りないってこと？あれは、ち、で、なんだよ。なんだって無関係の人間を何人も何人も閉じ込めてるんだ。俺たちをあそこに呼び寄せたのは、お前ら子供の幽霊たちだろ。それは、違います。だと？私たちは異空間をつなぎ止める歯車に過ぎなくて。お前、鈴本を殺したじゃねえかよ！待って！え？もう少し聞こう。くっ、お姉さんたちだけでも
無事に遅れてよかったです。なんで急に俺たちを気遣うような言い方すんだよ。私のお姉ちゃんに聞いたことがある。強い未練を残したまま暴力的に命を搾取された霊魂は、普通の人で言うところの錯乱に近い状態でとどまってしまうって。いろんな感情や思いがごちゃ混ぜになってしまっているから、本来の優しい心と聖者への妬みや敵意の気持ちとコントロールできずに感情がくるくる変わるって。お前の姉さんって霊能師の？うん、ちょっと違うけど。どっちもこいつの本音ってわけか。だったらお願い、他の生きてるみんなも、持田くんや先生たちも連れてきてあげて。ねえ、できるんでしょ？もうそれは無理だと思います。どうして？あの空間はたくさんの無関係な命を食べ過ぎました。あそこで死んだ人たちの恨みの念がもう満員だから、行き場をなくした悲しい思いたちの影響でわずかに残った理性を失い始めています。私だってもうすぐまた生きてる人をただ無差別に襲うだけの怨霊になってしまいます。あなたも味方してくれなくなるのね。だったらなおさら急がなきゃ。何か持田君たちを助ける方法はないの？一つだけあります。どうするんだよ。お兄さんも知っている方法です。あの場所へ戻って、私たち天神小学校の児童4名誘拐殺害事件被害者のみんなを成仏させてくれれば、歯車を失った異空間に大きな歪みが生まれます。そうすればもしかしたら。あそこへまた戻るのかよ。それにせっかく残りあと一人だと思ってたのに、そんなつもりのお前ら3人も成仏してなかったしよ。どうしてさっき口ごもったの？成仏できなかった理由。それは思い出したくないんです。でもどうしても知りたいのなら教えます。あの時のこと。Your spirit gently took hold of Ayumi's hand, and in an instant, their two beings seemed to merge together into a single mind. Shirogi! どうなったの？私気絶したはずなのに意識がある。真っ暗だし体が動かない。なんか疲れた時になる金縛りみたい。
犯行現場で唯一生き残った赤いワンピースの女児、篠崎幸子。幸子の家族は事件後、怯えるように他県へ移っていったとされている。驚いたことに、この篠崎家についての記述はこの事柄以外、当時の書類や文献のどこを見ても何を見ても見当たれない。惨劇の舞台となった学校や現役校長の嫡男による凄惨な犯行、そのスキャンダラスな背景の取材に目がくらみ、この小さな生存者の聴取がおろそかになったのではと予想したが、そうではなかった。誰も幸子のその後をたどることができなかったのだ。体は金縛りにあったみたいに動かせないけど、部屋の光景が見える。私の他に男の子が一人、女の子が二人、顔に見覚えがある。みんなあの犯人に殺された天神症の子供たちだ。まだ生きてるけど、私を含めみんな手足を縛られて床に転がされている。だから私も体が動かないのかしら。それ何も見えない。手足も縛られてるから目隠しを取ることもできない。こうしていると恐怖は余計に倍増する。耳がどんどん敏感になる。周りの子たちのおえつの声が狭い部屋に反響して、私も恐怖で頭が割れそうになる。何するのよ！どうして目隠しなんか！ねえ、話して！もう、ねえ、足ほどいてよ！何度も叫んだけど、男は私から離れていった。順番って何？声とは思えない凄まじい音波のような叫び声。端っこにいた男の子だ。
続く。今まさに殺されてるんだ。なんてこと、なんてこと。こんな残酷な目に遭ってるのに、なぜせめて早く神様は意識を奪ってあげないの。何十分経っただろうか。何度も何度も繰り返し絞り出された男の子の叫び声はとうとう聞こえなくなった。間髪入れずに女の子の悲鳴が上がる。これももはや音だった。飛んでるんだろう。わからないけど、とにかく早く楽にしてあげて。やがてゴンと何か重いものが落ちる音がして静かになった。大きくなる足音、ぞわりと全身の毛が逆立つ。胃から下に氷を詰められたような、一瞬にして下痢になったような丘。順番、私は何を安心しているんだろう。隣の子が死んだら次は私の番じゃない。髪の毛をつかまれ、頭をグイッと持ち上げられる。同時に目隠しを取られると、犯人の顔が正面に見えた。天神小学校の開校当初から閉鎖されていた地下室で、行方不明だった児童たちの亡骸が発見された時の現場は、まさに賛美極まる凄惨な光景だった。鑑識の調査の結果、凶器は逮捕時に犯人が手にしていた大きな断ち切りバサミと断定。躊躇があったのか、男のものにしては軽めの力で、しかし執拗に殺意を持って犯行に及んだことは確実であった。公式発表では、児童たちの死因は舌を切り取られたことによる失血死とされていたが、実際にはもっとむごたらしい凶行が行われていた。以下は規制によりメディアで報道されていない殺害の手口である。現場で惨劇を目撃した幸子の証言に基づいている。手足を縛られ、目隠しをされた被害者たちは一人ずつ距離を置いて寝かされ、順番に殺されていった。一人はハサミで腹部をめった刺しにされた上に臓器を抜き取られショック死。臓器は地下室の土床に粗雑に埋められた。
人はハサミで数十回にもわたって頬を刺され、口から上の顎部がちぎれ死亡。目隠しを剥ぎ取られ、私の目の前にさらされた光景は想像を絶していた。血まみれの大きなハサミを手に私を見下ろしていたのは、さっきの大男ではなく、捕らえられていた子供たちの一人。帰り地で顔が真っ赤に染まった小さな女の子だった。正気のない灰色の目でじっと私の目を見据え、ついで彼女はケタケタと笑い出した。ハサミは不快な音を立て、せわしなく開閉を繰り返す。その錆びてボロボロになった血まみれの切っ先は、スッと私の目に向けられた。そんな、なんで、どうしてあなたが。一人はハサミで眼球を何度も刺された上に、スープのように潰れた目玉をえぐり出され、苦しみ抜いた末に失血死に至る。その後なぜか犯人は三人の遺体から舌をハサミで切断している。執筆している私も胸の悪くなる。まさに悪魔の所業である。児童3人が惨殺される中、唯一生き残った少女幸子、保護された後、泣きじゃくる彼女の証言から追及が進み、吉和は送検された。言い換えるなら、彼を犯人確定に追い込んだ張本人である。彼女には自宅の所在も家族構成も一切の記録が残っていない。というよりはっきり言えば、存在していた痕跡が全くないのだ。ここからは仮説になる。果たしてこれは本当に吉和の犯行なのか。児童たちを殺害したのは本当に吉和なのか。後期の吉和は言葉による他人とのコンタクトは不自由だったとはいえ、基本的にはおとなしく、他人に危害を加えるような性質ではなかった。これは彼を取り巻いていた親戚や付近住民の証言も聞くことができたので確実だ。突然このような強行に走る道理がないのである。一方、それまで健康であった吉和の父親柳堀校長が突然奇怪な言動や行動を取り始めたのもこの時期だ。何かに取り憑かれたように
屋敷の壁一面に意味不明の漢字の羅列を書き殴ったり、何者かに怯えるように部屋の隅にこもり大声でわめいたり暴れたり、こちらも相当な事態になっていた。そこに私は人知を超えた力の動き、巨大なる呪詛の側面を見ている。開校当初より閉鎖されていた天神小学校の地下室に関する何か大きな呪いの存在。この連続児童誘拐殺害事件より更に遡ること20年、おぼろげながら真相を知る手がかりを私は見つけたように思える。廃校になった後、取り壊されて別の学校が建っている現在では、失われた天神小学校の地下室を調べることは不可能だが、私の助手が興味深い方法を見つけてきてくれた。不可能が可能となるかもしれない。これよりその準備に出かける。詳しくは次回の連載にてお伝えしたいと思う。Hui! Was ein Ende, alter Schwede. Ich habe mich ganz schön lange durchgesuchtet hier, aber ich muss sagen, überraschend. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der Mörder gar nicht der Mörder ist, sondern eigentlich eins der Mädchen, das angeblich ein entflohenes Opfer war, wenn ich es richtig verstanden habe. Krass. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen frohen restlichen Tag und wir sehen uns beim nächsten Part. Auf dann noch bald. Auf Wiedersehen. Tschüssi, Kowski. Blablabla.